後南朝とは、1392年の南北朝合一後、南朝の再建を図った南朝の高等の子孫や、維新による南朝復興運動とそれによって樹立された政権、皇室の総称である。この名称は、江戸時代末期に儒学者、斎藤節道によって付けられたもので、それまで名称は特に決まっていなかった。また、後南朝という呼び方も、 戦後広まったもので戦前までは定着してはいなかった。五亀山天皇1392年の南北朝、合一時の約束では、天皇は北朝系と南朝系から交代で出すことになっていたが、1412年に北朝系の五小松上皇の時代として、五小松上皇の御子である昭校天皇が即位したことをきっかけに、北朝系によって、 天皇位が独占されるようになったのに反抗して怒った。1414 14年、4年前に京都を出奔して吉野に先攻していた南朝最後の天皇である五亀山上皇とその御子、小倉宮を支持して伊勢国史の北畠三政が挙兵したが、室町幕府の討伐を受け和解、い、上皇は2年後に刑に帰った。 五カメ山上皇の崩御から4年後の1428年、死死のなかった昇降天皇が崩御したために、北朝の着流は断絶した。五小松上皇が北朝の暴流である伏見の宮家から彦コヒ王を後継者に選ぼうとしたことをきっかけに、北朝は高等断絶して、皇位継承権を失ったと考える南朝側は、激しく反発する。 北畑三政は再び、小倉偶政将を担いで、伊勢で挙兵、幕府軍と戦って敗死した。この事件をはじめとして、王人の乱に至るまで、南朝の子孫は、反幕勢力に担がれて断続的に活動を続けた。1443年9月には、南朝復興を唱える日の家着流の日の有光らの勢力が、御花園の天皇の暗殺を企てて御所に乱入。 三種の,のうちケント神儀の内剣と真珠を奪い、南朝皇族の通蔵巣、金蔵ス兄弟を担いで、比叡山に逃れる、金欠の変を起こした。幕府は数日のうちに、この変を鎮圧し、通蔵巣、金蔵ス・日のありみつら首謀者を、ことごとく殺害した。幕府によって、変の首謀者たちが撃たれ、剣が奪い返された後も真珠は、う南朝に持ち去られたままであったが、 1457年に、至って、1441年の過吉の乱で、取り潰された赤松市の復興を願う赤松景信の、光月万吉、岩見太郎、乳屋立脇らが、山と木の国境付近の北山あるいは山の公焼に、本拠を置いていた後南朝に、侵入すると偽って、河南朝勢力を襲い、南朝の末裔という時点の、中義王兄弟を殺害して、 真事を奪い返した。両王子は、後世の経図では金蔵巣の息子、小倉宮永康氏神道の末裔などとされているが、同時代資料に証拠はない。五南朝は、次第に勢力を失っていったが、文明三年、王人の乱において、小倉宮の末裔と称する岡崎前門主という人物の息子が、山名総運ら西軍大名により、落中の西陣に迎えられている。 だが、文明5年3月に、西軍大将の総運が死んだ後、東軍と西軍は和議に向かい、足利義美が擁立を心よく思っていなかったことも、あって、この南朝行員は、西軍から法的されてしまった。この西陣南御門を最後に、五南朝は、歴史上に現れなくなった。ただし、五人新関白期には、長慶天皇の末裔、八条が、四山に、 負所南朝を開いたという落ちうど伝説が記されているが定かではない。また、三正各国には南朝の行員によって開かれた三正坂ー南朝が存在し、植月御所と呼ばれていたとされるが、これも定かではない。しかし、その後も民間で五南朝の伝説や伝承は残り、奇種流離観の一つとして山の民に利用された可能性を、 辰川正次郎は指摘している。太平洋戦争後には、西陣南帝の子孫を称する、熊沢天皇こと、熊沢博道など、自らを正当な天皇の継承者と称する、自称天皇たちが現れたとき、その多くは1911年に、明治天皇の祭壇によって南朝が正当とされたことを受けて、後南朝の子孫と主張していた。後大五天皇南朝初代天皇、 五村上天皇南朝二代天皇、長慶天皇南朝三代天皇、五亀山天皇南朝四代天皇将、倉宮久志厚氏五亀山天皇のここ倉宮聖、少将、倉宮久志厚氏の子近蔵須、五亀山天皇の弟の孫、もしくは、五亀山天皇の子である、小倉宮長康氏親王の子。五南朝初代、近結の変で死去。子と、秀蔵の子。 五南町二代、長禄の変で死去。三子宮病小倉宮長康史神皇の子。五南町三代。西人、南三角警夫婦将、小倉宮を称す。五南町四代。以後、五南町は、師匠より姿を消す。ありがとうございます。